にちは、山岡ゆり子です。ちょっと気になる話題をお届けするゆりとぴ。好きな動物は？と聞かれると必ずと言っていいほどランクインしていますよね。パンダ、コロコロしていて動きも可愛い人気者です。今回はこのパンダに注目します。パンダの正式名称ってあるんですね。そしてパンダの語源にも触れてみたいと思います。1972年、日中国交正常化記念に初来日したのがランランカンカン2頭のパンダでした。2022年は日本にパンダがやってきて50年なんですね。この50年間可愛い赤ちゃんパンダが誕生したり、新しくパンダがやってきたり、その度にパンダブームが起こり、パンダにはいつも心和ませてもらっています。あの可愛い白と黒のパンダ、正式名称はジャイアントパンダと言います。そしてパンダの語源はネパール語のネガリアポニア、意味は竹を食べるものを意味するそうです。ジャイアントパンダの発見前に、実はパンダと最初に発表された動物がいたんです。それはレッサーパンダ。ヒマラヤで1825年に発見され、あの動物は何？と現地の人に調査員が聞くと、ネガリアポニア、竹を食べるものだよと教えられたそうです。ポニアからパンダと言われるようになったのではという説もあります。しかしその後、白と黒の今パンダと言っている竹を食べるクマが見つかって、呼び分けをすることとなり、大きさから最初に発見されたパンダは小型の、より小さいという意味のレッサーをつけてレッサーパンダ、後から発見された大きい方のパンダをジャイアントパンダと呼ぶことになったと言われています。パンダの語源はネパール語だったんですね。そして元祖パンダはレッサーパンダ。パンダにはまだまだ知らないことがありそうです。ゆりとぴ。パンダの色を塗ってくださいとクイズで出題されたりしますが、皆さん黒白わかりますか？実際は黒とアイボリーなんだそうですが、黒いのは目の周り、耳、肩から前足、後ろ足、そして尻尾は白なんだそうです。目元、目の周りの模様が黒で垂れ目に見えて可愛いと言われますが、目そのものは小さくて上がり目、鋭い目つきなんだとか。性格も気性が荒い一面も持っているそうです。クマ科ですものね。群れを嫌い、単独行動するパンダ、魅力は可愛さだけではなさそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ゆりとぴ、次回もお楽しみに。